在日本的茶道里，用来煮水的铁壶有着特别的地位。南部藩的小泉家族有着特殊的技法，为冰冷的铁器赋予陶土般的温润。小泉人左卫门这个称号已经流传到第十一代。是什么力量让一个家族一代代坚守一件事？了不起的匠人，我们来认识小泉人左卫门。お見せする作品は全て満足するいくものでなければ出してないので。私が作ったのは作るの最高点は80点までだと思います。なので満足いくっていうのは、まあ、死ぬまで多分一度もないんじゃないですかね。南部铁器并不在日本的南部，相反，它处于北部城市盛冈。这里在历史上被叫做南部藩，别称布莱方城。御府屋的第十一代掌门人小泉月广，现在面临订单太多的烦恼，他的交货期已经排到一年之后了。南部铁器其实是在盛冈地区铸造的铁器总称，最具代表性的是在茶道中使用的铁壶。铁壶煮出来的水口感润滑，随着日常的烹煮和摩挲，铁壶表面呈现出近乎陶器的温润光泽，被茶道奉为最适宜的煮水器具。盛冈曾为日本全国铸造钱币，有一次因为年号的更替，一大批铁钱币被停止发行，因为铁质上佳，藩主交给了小泉家管理。后来小泉家代代用它们制作最高级的砂铁器。现在古钱币的数量仅够制作的铁壶不过二三十把，所以每次接到砂铁壶的订单，小泉总是一半高兴，一半不舍。设计式样和木型制作，这是制作一把铁壶的开端。小泉家族留有很多经典的铁壶样式，十一代小泉对此已经十分熟悉。南部鉄瓶の中にはいろいろな工房があるんですけれども、その中で小泉さんの作品は。昔ながらのという細かいそういったその細工がしてあるところがすごく美しいところ。
走进盛冈任何一家铁器制作工坊，都能看到大大小小摆放的石型，数量越多，代表制作的种类越多。石型的形式决定着一把铁壶的外壁式样。今は残念ながら実方を専門に作ってる人はいませんが、最近は陶芸家の方に頼んで、一人作られる方がいますけども、すごく数は限られます。ただ実方は壊れないように使いますし、壊れた場合も補修して使いますから。在小泉的工房里，有一位曾在台湾留学的徒弟石渡广平。每天中午吃饭过后，他都会沏茶和小泉一起喝。小泉家的铁壶最大的特色是它的一个很细腻的肌理纹，它体现出来感觉就是有一个层次的，就是每一个视角，从不同的视角，看的话，就是它有一个不同的层面，然后都很漂亮。比较细腻的肌理纹，它一定要花很长时间，然后花很多心思去操作，才会完成。所以我最让我佩服的是他对这个肌理纹的一个讲究。铁壁的熔炼需要保证纯度，这一步骤现在被单独放在盛冈当地的工业技术中心。熔炼通过一个小小的高周波熔炼炉完成，八公斤重的钱币熔成铁水后，压铸进模具，最终会制成两公斤重的铁壶。南部铁器制作行业现在凭借手作完成的只是其中很少一部分，机械化的量产让铁器的产量大量增加，但小泉家一直遵循传统的做法，保证手作的纯正。人にお見せする作品は全て満足するいくものでなければ出してないので、まあ前に作ってるものよりも次のはいいものというのをずっと繰り返していくだけですから。私が作ったのは作るの最高点は80点までだと。なので満足いくっていうのは、まあ知るまで多分一度もないんじゃない。跟很多其他的手工艺一样，南部铁器也经历过兴衰起落。最低潮的时候，整个南部地区仅有16人保存了铸造的工艺。やっぱりバブルが終わって悪い時期も重なりましたから、まあそんなに売れなかったっていうのもありますし、まあ元々は魚町の家があったんですけど、まあそこを手放さなきゃいけないくらいまで危機的状況になりましたので、でもそこのまあ。初代からずっといた土地を離れて、ここ10年ですか。だから一回どん底に落ちて、それを立て直してきたっていうのはあるんですけど、まあそれのまあちょうどまあ頑張ってる時期と、まあ今はある程度のところまで来てるっていうところですかね。和小泉一起见证南部铁器历史的，还有跟小泉家合作了28年的提手匠人田中。在自傲于自己手艺的同时，也有着深深的担忧。まあ一時期のその南部鉄器がもう俗に言う名品と言われる鉄瓶が残っている頃はね、鉄瓶の職人さんが盛岡だけでまあ100人ぐらいだったんですよ。もうこの3人、俺も含めてね、弟子は2人だけ。で、まあ俺も今62だから。あと何年か過ぎるか分からないけど、とにかく暇な時はいいけど、何がまず仕事の量だけじゃなくね、これ交通事故とかさ、病気とかで一人がいなくなる、もうニッチもサッチもいかないんだよ。これを出す技術で袋で作れるのは今日本で私しかいません。作った場合にそれに合う鶴、鉄瓶に負けない、
鉄瓶に対して違和感がない鶴を作る技術、それはこの手作りじゃなきゃできないんですよ。機械でやったら今のそういう鉄瓶には鶴がそぐわないの。铁壶完成的最后一步，会在壶身上涂一层生漆作为保护。距离盛冈地区近一小时车程的净法寺，是日本国内最好的生漆产地。如今，当地众多的铁器制作工坊里，坚持使用净法寺生漆来做这一工序的，只剩下小泉一家。できれば、そのいわゆるこの南部という土地で作られた。産出されたものをすべて使ってものを作って、で地域としてやっぱりその地場産品というかこう伝統工芸品を単品じゃなくて地域として盛り上げていければ、まあその景気云々に左右されずにずっとこう100年後200年後までつながるものだと思って信じています。在南部铁器的四大名家当中，有两家已经断代。作为还在继续传承的两家之一，小泉家也一样面临着时代和传承的问题。旧时的城郭已经变成现代的都市，由小泉人左卫门二代目亲手铸造的大钟，还在市中心花园静静地见证着400年来的变迁。御用的铁壶已进入寻常百姓的生活，而小泉家族的历史还在续写。400年的时间，传承的从来都不是秘密，而是对待手艺的坚持和不满足之心。